麻雀ファンの皆様いかがお過ごしでしょうか。これより第36期宝泉 A1 リーグ第1節シータクの戦いをお届けしてまいります。実況は私古橋隆が、そして解説は瀬戸熊直樹、白鳥翔が務めます。お二方よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。それでは、本日第1節シータクの選手紹介をしてまいりましょう。はい、まずは1回戦チーチャです。ワクツアキラ。はい、なんちゃです。藤崎聡。シャチャ、ヒロ、柴田。そしてペーチャは A1 リーグ初挑戦、西川潤。はい、以上の4名となります。では第1節 B 卓終了時の成績表をご覧いただきましょう。はい、こちらですね、A 卓 B 卓が終わっており、本日は最終 C 卓となります。さあ瀬戸熊さん、はい、開幕戦もこれで一回り、いたしますが、はい、今日の見どころはどういったところですか。そうですね、まあ、なんといっても、はい、初参戦の西川さんですが、あとは、まあ、ちょっと僕ピンク嫌なんで、はい、ちょっと他力でちょっとどうにかしようって誰かが入ってくれると気分よく第2節に行けるんで、はい、確かにそれは確かにありですね。情けない話ですけど、はい、はい、ありがとうございます。さあ白鳥さん、はい、今日はちょっとどちらかというと若い手のこう A1 リーグの中でも4名となりましたね。あ、そうですね、うん、まあ、これで若手というメンバーかという感じですけど、はい、まあ、でももうなんか A1 リーグを経験して結構経つ 3人と、あとまあ本当やっぱり注目は西川さんの初挑戦ということで、まあ、そこになってくると思いますけどね。やはり西川にちょっと注目していきたいところですね。そうですね、はい、はい、それでは対局の準備整ったようです。第36期 A1 リーグ第1節 C 卓1回戦東杯の開始です。それでは1回戦開始してください。よろしくお願いします。第36期ですね、本日の立ち合いは、今年度から、新たに立ち合い人を務める A2 リーグ所属の藤島健次郎ですね。藤島健次郎の合図によって1回戦が開始となります。さあ改めまして、1回戦はチーチャにワクツ、ナンチャに藤崎、シャーチャに柴田、ペーチャに西川の並びです。どっかのバーに来たみたいな感じでさあ注目の1回戦ドラはイーピン、こちらワクツのハイパイ、ワクツは A1 リーグ2期目の挑戦。うん、あ、まだ2期目なの。3期目か、はい、3期目ですね、失礼しました。さあこちらは柴田、西川悪くないんじゃないですか。そうですね、ただドラがいいピンということで第1打はいいそう。はい、ワクツはピンズが多い。まあ本当 A1 リーグはやっぱりこの公式ルールの、はい、あのセオリーというかになんか縛られない選手が多いので、はい、まあ、そういう意味でこの西川さんがどういうふうに戦っていくかっていうのが、はい、うそうですね、すごくあのやっぱ第一節の A 卓 B 卓もすごい戦いでしたけど、はい、やっぱこの C 卓が僕的には一番見どころかなと。なるほど、はい、西川 A2 リーグ最終節での大逆転。そうですね、はい、でもこの A1 の挑戦権を手に入れました。さあワクツがこれは1枚目の難から積極的に仕掛けていった、はい、ドラがいいピンですからね。まだ打点の向上も、おっとチーピンも仕掛けた、うん、キューピン打つかジハイ打つかですね。ジハイ打ちましたね、シャラギリ、はい、さあ藤崎はチュンが統一、ジハイが重たいですね。柴田は打ち出してはいかない。はい、今の手配だとね、もう自敗があまりにも多いので、これを打っていかなければいけないとなると前には行きづらい機会ですよね。はい、まあ、奥津さんもそれを狙っての仕掛けをしているので、自敗を重たくしようと、はい、さあ対抗できそうなのは、まあ、これでダブトも掴んでしまって、そうなんですよね、西川も一歩後退、藤崎も白と初がありますからね。ちょっととこれは立ち向かえるプレイヤーはいないかと。ただね、これがちょっと成功とも思わないですけどね。ワクツの仕掛けですね。あの、まあ、ワクツさんとしてはありがたい周りの手ですけど、はい、これもあの選手によって出そうなんですが、はい、1枚切れのペイを残して初を打っていったと、うんうん、これは瀬戸熊さんどういった狙いが、はい、まあ、キュービーもそうですけど、あまり来てほしくないんですよね。だからちょっと速度が速いですよみたいのを、はいはいはい、見せたいんですよね。なるほど、なるほど、はい、もうションパイが余ったぞっていうのを見せたいと、
まあ、ただそれによってね、ハツが打たれたことによって藤崎さんのシャン点数が進んで、うんうん、はい、あそこでハツを打ってないとハツ打てなかったんで、うん、まだリアンシャン点、例えば数層3層切っていってまだ切りそうですよね、藤崎は試合が2つ浮いてるとかいう状態になったんですけど、はい、やっぱりその自分の手を早く見せたいっていうのと、うん、安全度で、はい、まあ、ペイを残した結果、とりあえずこの藤崎さんのシャン点数を1個上げてしまったっていうのはありますね。藤崎どうですか、リャンピンが入った時は。リャンピン入った時は行くでしょうけどね、リャンウソは勝負になると考えるでしょう、はい、かなり良さそうな街に見えますね、はい、あとはイーピン重なった時も藤崎さんはゴーサイン出すかもしれないね。確かに、うん、もう藤崎さんもやっぱり枠差の打ち筋は分かってるんで、はい、ちょっと相手を牽制するパターンかなっていうのはもう読むかもしれないね。さあこれはローピンの受けができますが、関することもできますね、うん、捨て牌っていうか、あの風呂のメンツを強く見せるんだったら、はい、無条件勘でしたけどね。ここは受け入れ重視でペイを打ち出していった、はい、Cピンを持ってきてからのダーペイの間合いがちょっと空いたんで、はい、そんなに無条件な形ではないなってことは思われたかもしれないです。うん、まあここは藤崎らしい、はい、そうですね、今のそのペイの間でハックを打ってもおかしくないかなと思ったんですけど、藤崎さんは慎重に、はい、攻撃的な打ち手ならこれハック打つは十分ありえますよね。ありえますね、はい、きたぞ、ハク短期だ。これは藤崎らしい粘りからのハク短期。そうですね、ハクが山に2枚、これ枠さん今度ピンチになりましたね。ピンチです、一転してピンチですよ、はい、うん、じゃこの受け手順で上がりが発生すると藤崎さんペースですよね。受けてて、はい、道筋ができてしまったと。これは出ないですね。ただ E ピン持ってきたらスイッチしそうですね。カンか、カンですね。ただチューンはね、あんこなんですよね、はい、藤崎さんに。チューンはない。Cピン先カンしてればこの E ピンでつまわりでしたね、うん、そうですね、ペイがジャントになって、うん、2600オールですか。そうですね、はい、あの仕掛けがって感じですけどね、2600オールに。さあ西川はもうドラとションパイ2つですからいけないですね。さあ白が1枚、うー、ピンでギブアップか。どちらも打てない。いやこれは打たない、藤崎は打ちません。まあ、白短期で勝算がないっていうのも大きいですかね、うんうん、まあこの辺がね開幕戦の1局目ということもあるでしょうけど、うん、はい、瀬戸熊さんならこのテンパイならばどっちかは行くんじゃないかと。うーん、難しいですね。なぜチーピンを1枚持ってたか考えるんですけどね。どういった話考えられますかここ。うーん、まあ中頃に寄ってる範囲なんで、はい、まあ、9ピンは打ったけどチーピンは持ってたっていうのが、うん、その初かな、入れ替えた牌が初だった時の牌がチーピンだったのかなっていうふうに考えられるんで、うん、はい、まあ、パーピン9ピンは全く手の内になくてチーピンより、内側の牌っていうんですか654とかそっちを持ってる複合系かなと思うんで、関ローピンからの変化とかも考えますよね。ありますよね。うん、なるほど、確かに逆パターンなんですけどこれは。ではサブローピンになったりだとか、そうですね、イスピンになったりだとか、うん、カンローピンからね、そう、うん、ウーピンと何かのシャンポン、うん、まあ、それこそウーピンとハクのシャンポンもありますし、だからやっぱり打たないが無難だと思いますけどね、はい、でも藤崎さんこれで粘ってね、テンパイ食べてほしいですが、相手は枠つですね、順はないのでおそらく一人テンパイで流局。もともと藤崎様上がりだけを見るなら多分リャンソーを最終形にしたでしょうね、はい、すみません、入っては藤崎でしたと。これはローピン、現物はたくさんありますね。はい、ここは枠つが親番で一人テンパイ流局となります。まあ、公式ルールの有効な攻め方ではありますよね。あのドラ色の、はい、本一に行っておくと相手が相当警戒するん で、はい、親であれば、ね、ただ1枚でも強い牌を打ってきた人がいた場合は、はい、逆に親が今度警戒しなきゃいけなくなりますね。特に打ってきたのは藤崎となると、うん、もう凍りますよ
そこだけはみたいな、うん、西川さんならまだラフに来てるかもしれないけど、うん、さあワクツレンちゃんと一曲一本はドラはチーマン、ただ今はうまくはまりましたけど、はい、これ相手3人いるんでね、やっぱり1人は来ちゃうケースは多いんですよね、特に A1 リーグですから、うん、仕返しはある。さあワクツのハイパー面白かったですね、純ちゃん系が報告見えるハイパイ、おーいいですね。さあ柴田後輩パイ、うん、しかもドラメンズが完成している、おっときたか、ギャンマンを先に打つ、藤崎はチートいつかちょっと苦しい手配、難しいですね、迷いますね、はい、一旦パーピンで6ブロックに構えます。ドラがチーマンじゃなければここは9万チーマンといきたいところでしょうが、うん、ドラの比重が圧倒的に高くなりますからね。さあ藤崎これで4対1、まあこっから仕掛けてるわけです、文句なし、これはハネマンまで見込める柴田リアンシャンテン、イースチピンどうするかですね、仕掛けあるんですかね、パソは動かなかったですね、パソポンはない、はい、ということはスーピンあたりも泣かない構えですかね、とりあえず白鳥さんどうですかパソ、あ僕も泣かないですね、泣かない、はい、ここで、2度受けの、イースピンの立つ払っていく、やっぱり決めれるときはしっかり決めた方がいいっていう結論に出したんですけど、長年の A リーグの経験で、長年の A リーグの負けで、はい、さあこれでいいシャンテンだ、これですよね、やっぱこの形に、まあそうね、はい、こういう変化もあるし、ポンして3ピン2ピンだと圧倒的にねドラドラってバレるし、そうですね、うん、警戒されるんで、はい、手配構成も読まれやすいですし、はい、かつ3900に大体なってしまうんで、はい、だったら闇点だったり、うん、あこれ面白いですね、リーチか、うん、リーチもどちらもありますね、闇点だ、高め7700、ね、またローソーとの手代わりもあります、これ逃したくないですからね、うん、ただもう警戒はみんなしてますよね、3ピン2ピンのターツ払いがやっぱり圧倒的に、これは危ない、いやでもトンからか、はい、危ないですか、まあ、ウッパーピンと一数万のイーシャンタンなんでとりあえずは大丈夫ですね、あのチャンタを狙うとここであのローピンチーピンに、まあはい、確かに、まあでも1日3あるからね、主流だと危ない、主流だと危なかったですねそんなに危なくは見えないです、はい、全く危なくないですねこれ普通に見るとピンフのいいシャンテンですから、3ピンから入った時だけですか、3ピンから入るととりあえず、はい、いや3ピンから入ったらねチーピン、チーピンもありますよね、可能性ありますよね、うんうん、ああまあこれは致し方ないか、でも3球よしにもしてますもんねこの闇点は、うん、そうですね、さあ数万が心は切っていく、もうチートイツに完全に的を絞った3層で難しいですよねこういうのも、うん、3ピン2ピンで切ってきて、はい、おそらく早いんだろうなと思うんですけど、はい、リッチ来てないんで、まあね、ピンフのみってこともありますからね、そうですよね、ただのただピンフのみの場合イースピンよりいいのなんだろうってなりますよね、うん、そっか確かに、あーチーピンだー、ここは西川ターツ選択でチーピンを選択、先に打ちたかったというのもありそうですか、これはターツ選択というよりは、はい、手詰まりを恐れて先にチーピンを打った結果が方順になっちゃいましたね、最悪な結果が訪れた、うん、柴田ピンフイペコドラドラ7700は8000、いや西川ターツといえばね、うん、6球ピンのターツ残したい手配でしたから、ペンチャンもありましたもんね、ありましたからね、うん、ただそのやっぱ想像がちょっと安くて安全だったんで、先に全員危険なチーピンからっていうことでチーピンから切ったんですけど、エンド重視がまさか完敗でしたね、あなかなかいいですか、これは面白いハイパイだ、あただ表情ですね白は、うん、あなるほどドラは初、あまたいいですね、さあ柴田7700上がった時局、おっと西川も悪くないですね、うん、単品系のハイパイ、西川さんこれね1節目大事なんですよね、1節目に大きくマイナスすると、はい、みんなで意地悪じゃないですけどピラニアのように群がってくるわけですね来るんですよ、はい、A1 リーグの恐ろしさを身をもって体感しているか西川、
本当にね、あのピンクに入った時に強烈な意地悪されますから、はい、恐ろしいリーグですね。恐ろしいリーグ、はいはい、ああいいですね。これ一気に寄せたいですね。まあ、寄せそうですね、うん、ちょっと形は悪いですか。ただパーマンキューマあたりを仕掛けて、はい、そうですね、西川がもうなんか手なりで次に出そうですね、はい、柴田は結構仕掛けも使っていきそうですからね、うん、パーマンからだったら。あ、これ藤崎さんすごいわ。パーマン残したのが、うん、パーマン残してローピンを切って、はい、ウーマンとパーマン浮かせてて、はい、チーマンを引いたと、はい、これすごうまいですよね。チャンタを見た、うん、一メンズできてしまうと、はい、そうですね、二差しもありましたけど、多分こう切ったってことは、あ、仕掛けた、ね、これはいきますね、一メンズ落として入りますね、うん、何からいくか、さすがに数層からですか。未練を断ち切って三層じゃないですか。あ、なるほどこれはパーマも出ますもんね、うん、いずれもういずれ出ますよ ね、出ますよね。本当は8から泣きたかったんですけどね。さあ、ワクツもマンズを払っていく。さあ藤崎はもうこの形である程度押していきそうです。ただ9万ポンされたんですね。9万がポンですね、はい、確かに藤崎さんは意外とあの本一系の人には上茶では相当絞るんで、プライドが許さないんだと。なるほど、この俺の下茶でそんな仕掛けを成就させるわけにはいかないと、うん、僕もダメなんですよね。あ、僕も絞っちゃうんですよね。男らしく絞っちゃうわけですねなんか一回それで甘く打つと癖になりそうで、はい、あ、これポンですねさあパーマンポンです。これで綺麗に一面と落としますか。ただ藤崎さん対策だと両層先ですけどね、ローピンが早い分だけ、うん、いやもう西川これあれもう押していきそうですね。両マンも行きますし、まあ流派短期狙ってるでしょうけどね。両ピンが埋まった場合はもうドラ切りも辞さずと、リャンマンポンスでしたね。カンありますか。カンか、1枚切る手もあるか。1枚切りもありますね。9アンがない分嫌ですけどね、カンしても、はい、あの降りれるんで、はい、カンになりましたね。引いた、おお、すげえ。ローマン短期、ローマン短期、これは山には1枚。いやでもテンパイしてればね、荒れる可能性ありますからね。そうですね、大丈夫ですかね。いや、大丈夫ですね、分かんないです。今のうちはあります、まだ余ってないですからね。ウーマンは打たない、うん、早いですよね。はい、うん、リュウハンもどうせ行かないんでってことですね。プライドが許さないと。逆に西川行くぞ、うん、ちょっとかかってるんで怖いですね。うん、ちょっと確かにかかってるかもしれないです ね、先ほどの補充があって、はい、行きたがってますね。まあマンズがまだ余ってはいないのでっていうところですかね。余るまでですよね。行きますよね。行きますか、うん、行きます。まあでもちょっと危なかしいですね。ちょっと怖いのは、うん、やっぱりこれドラの初が柴田さんの手に入ってるってことはないんですよ、うんうん、あの一面ず落としてるんで、はい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 、ドラの初が入ってるんだったら一面ず落としがないはずなんで、うん、ドラの初は絶対持ってないんですけど、そうすると他の自敗で考えられるのがもうそうですね、なくなってきてるじゃないですか。もう、はい、ハク表示牌のハクしかないんですけど、そうですね、となんかそれ以外にもう切っちゃってるんで、あとはなんかそのハク統一とかした場合に流派統一のケースでじゃあ一面図落とすかってことですね、うん、そうなんですよね。友竹じゃないんだから落とさないと。おお、ラスハイ柴田、ここはいやー飛ばしますね。2期連続鳳凰戦、こう決定戦準優勝の柴田、ここは鎮逸で2戦4戦のつも上がり。リーグ戦無敵ですか、ね、リーグ戦無敵です本当に予選というものはもう無敵中の無敵なんですが、なぜか決勝戦だけ勝つことができない。あ、まあ、前期のっていうんですか、前期の、はい、決定戦の予想、はい、いろんな方に聞いていたのがホームページに載ってたと思うんですけど、はい、柴田さんの二重丸が全員二重丸みたいな感じでしたよね。過去なかったと思うんですよ ね。しかも方位未経験なのにもかかわらず柴田さんがもう全員から二重丸の評価だったんで、はい、これはすごいな。連覇の前原がいるのに
そうですよね。僕断ったんですよね。あ、そうなんですか。予想は何ですか。いや、あの誰につけても、はい、多分悪影響になっちゃうと思ったんで。選手にとってですね。選手にとって、はい。うん、あで柴田さんのあの予想を見た瞬間に、はい、ちょっと柴田さんやばいなって逆に思いました。なるほど、うん、その予想がプレッシャーになってしまうかもしれないと、うん、だ結構酷なんですよね、はい、瀬戸熊さんのやっぱそういうとこすごいですよね、うん、僕だったらもうあのつけまくってますもん、うん、あ来たかっつってやっぱり俺に来たか、うん、まあ、そうかじゃあじゃあしっかり予想してやる、うん、そうです決定戦来たことないでしょ優勝さんないです一切来ない。さあ、との3曲、ドラはイーマン。こちらは連続で表上がった柴田、うん、そして西川が仕掛けてますね。自家製のナンをポン。3色もね、ありますから、はい、3900、うん、まあけ、うん、まあ、柴田さんの親っていうのもありますかね、はい、お、うん、形はね、悪いところから仕掛けましたけど、はい、うん、ちょっと焦りみたいのはどうですか、感じられないですか、この仕掛けは。この仕掛けに関しては思わないですけどね。先ほどのマンズ打ちで、はい、やっぱり A1 ってちょっと速度速いなって思った方がいいかもしれないですね。なるほど、うん、A2 の仕掛けとは違うぞと、うん、白鳥の仕掛けとは違うというのを思ったんでしょうかねもしかしたら白鳥さんとやってないですか。白鳥さんは打点寄りにだいぶ変えましたよ。僕毎回同じこと言ってるんですけど、はい、結局最終的には速度寄りに戻るって知ってるんですよ。やっぱ結局麻雀って自敗なんだなっていう新たな格言を出したみたいに言うのやめてもらっていいですか。麻雀は自敗というと、いやなんか自敗が大事というんですか。自敗を打つタイミングってもう究極的に難しいじゃないですか。もうその答えが、はい、あ分かったわっていう時と全く分からないわっていう時の分かったその分かった時にやりたいんですよね、リーグ戦を。なるほど。やっぱり今分かってるんですか。今分かってないですね。分からなくなってきた。ちょっと不安ですね。不安な。まだ出番まだですよね。明日ですね。明日までに分かるようにしとかないといけない。無理でしょそれ。さあ枠津が手広いシャンテンとなる。おー、ローピアンつむぎりましたね、うん、藤崎もちょっと受け気味ですか。そうですね、うん、ゴロチがありましたけどね。マンズの一通になればうんっていうとこですかね。あー、テンパイはあんまり嬉しくないですね。役なしですね。ローマンだけ、単野で上がることができる。9万表示牌に1枚西川さん切ってる1枚、はい、3層切りでテンパイ取らずっていうのは瀬戸熊さんどうですか。この局面やりすぎですか。ここは取りそうですね。取っといてローソー引きからの変化とかは見たいですね。なるほど、はい、ローソー引いてノベタンもしくはスチュアに変化させておいて、はい、E1 引いて勝負と。なるほど、うん、なるほど、うん、まあ渡りを打つならそんな感じですかね。やはり手いっぱい崩してまで渡りを打つ手ではないと、はい、そうですね。まあ、ひょっこり積もった時にやっぱ上がりって大事なんで、はい、そうですね。特に開幕戦の1戦目なんでやっぱり初上がり欲しいですよね、はい、うん、そうですね。枠さんまだ上がりがないです、はい、あ、これでこれは行きやすいですね。闇点、はい、さらに闇点。あ、これ打たれる。打たれるが上がれな い, れない、はい、ということはということは何ですかこれでも古橋さん手順でいくとリャンウソーのリーチとかになってるってことですか。そうなりそうですね。高め一ペコで、まあ、取らないとしたら、うん、今日はね、一節目いい戦いしたんでペラが回ってます。ああ、なるほど。浮いた人間はちょっと喋りも軽い。女性じゃない。僕ちょっと喋りづらいもん。おーっと、しかしここは枠津が上がります、はい。これもね、やっぱり積もるんだったらリーチで終わりたかったですけどね。単野を積もれ500銭、はい、リーチをしていれば1000、2000と。いや、枠津ここはかなり冷静な判断で、うん、まずは闇点で初上がりとなります。まあ本当に1回戦開幕戦の初戦なんでみんな探り探りですよね。うん、うん、A1 での初親番ですか。初親番、うん、さあ西川初親番を迎えます。トン四局ドラはリャンマン。いやでもね、やっぱ開局のチーピンは結構
腰にきますよね。あの猛獣はちょっとハイパイも苦しい。あと柴田さんの手がねローマン短期で開いたのがちょっと、はい、自分的にはねマンズを2枚打ってロンとは言われてないけどちょっとずれてるなとは思ってるでしょうから、開いたのがちょっと微妙だったかなと思いますけど、ああいう時結構へこみますよね A 型は。そう、 A 型は俺全然読めてないじゃんって言って助かったとは思わない、ね、助かったと思わないですよね。いや恥ずかしいみたいな、全然分かってない、ドラも見てたし。ちゃんと三色のリアンシャンテンですね西川さんは。これ瀬戸熊さんもやっぱ今みたいな感じで、はい、あのローピン残して自敗を打ってっていう感じになっていきますか、はい、いや僕は数ワン切っちゃってるかもしれないですね。うーん、これって、はい、あ、これでまあ一目ずつ捉えたんですけど、うん、なんかローピンとかを先に切って、はい、ちゃんと3色だけに絞るっていうのはやりすぎなんですかね、うん、いや、やりすぎじゃないと思う。やりすぎじゃないけど、うん、まあ親落ちてもしょうがないって思ってればいいですね。うん、うん、なんとかあがきたいんであればやっぱりスーパー切った方がいいと思うんですけど、うんうん、なんか難しいですよね。連チャンを取るんだったらもちろんこういう風に打つんですけど、うん、やっぱ一発狙うってなると、うん、どこかでこうスピードとの、はい、あのスピードを殺すリスクも取らなきゃいけないんで、ね、あとはまあ初戦なんで全48回戦の初戦って考えると2万点のラストだっていいかなぐらいの感じで入れれば逆にいいと思うんですけどね、はい、是が非でももうこなんちゃ浮きに回るって気持ちになっちゃうと大きな怪我もあるってことですね、はい、だってこれ6球差入ってペンチワンリーチとかおっかないですもんね。ちょっと行きづらいですよね。そうですね。まああとはさっきの若狭さんの最初の仕掛けじゃないですけど相手の手合い次第ですよね、はい、さあどう読んでいくか。こちらは柴田、確かに相手がどう来るかっていうのが一番重要になってきそうですよ ね、しかもそれってリーチって言った後にしか分からないことですからね。うん、そうですね、よくありますよね、リーチって言ってやっぱすいません、はい、やめますってやめたい時ありますよね。特にこれペン、うわこれですよね、トラズもあります。トラズか、トラズだ、なるほど。トラガリアンマンで、うん、まあ、パーピン引いたら6チッパもあるんで、うん、まあ、これはこれで落ち着いてると思いますね、はい、うん、ソーズの一つなんかも見えるか。さあ藤崎、どっちもあると思うんですよね。リーチって言って相手の出方見るもね、はい、それで相手が引いてくれて終盤に積もったりしてつながってつながるともあるんですけどね。なんだ俺のおやりには結構降りるのかとかね、はい、これはやっぱり逆に一発ちょっと高い、うん、はい、打点と、うん、しっかりした待ちを狙いにいってるっていうことですよね、はい、そうですね。あ、いいとこ引いた、これは闇点です ね、この形になってからの押し返しは十分あるんでね、これがちょっと嫌なんですけどね。まあこの辺はもうその日の運もありますよね、はい、うん、ペンチアンでリーチって打ってて柴田さんがきつい牌1枚引いてくれれば下がるだろうし、うん、そうですね、だけどそんなにきつい牌引いてなかったら自然と来ちゃって、うん、外しを考えているか、うん、リーチも考えてるか、ね、パーマン3枚切れですか、外し、パーマン3枚切れか、ごめんなさい、外しだと思います。キューピンも3枚、自身が4枚切れですね、うん、ということで手代わりないんで外しですね、外しました、外すパターンを考えましたね、うん、6万匹のウッパーはもう1回取るですかね、そうなりそうですかね、うん、役割ですし、そうじゃなければチーマンから、うん、はい、外す、確かに9万の方が相当安全ですからね、うん、ただ西川さんの選択はこれ柴田さんにはいいようになってますよね、現状は。心配ですか、引かない心配、1枚切れですか、1枚切れ、はあ、自分が切ってる、すいません。さあ藤崎もまだ、おお、これでいいシャンテンだ、だからこうなっちゃうと親、僕らは答えが分かってるんですけど、即利の方がやっぱ有効は有効だったなとも思いますよね。さあ転敗しない、さあ和屈もいいシャンテン、
ただ相当狭く打ってますからね、自敗抱えて。天敗だ。ここは闇天です。藤崎すっちーそう待ち。柴田手代わりでチーソーは若干危ない。さあ枠つテンパ入るか入らない、目いっぱいに構えるか、どうする。難は安全牌です。ここ安全牌を離して目いっぱいのイーシャンテン。これね、初めて藤崎さんとかとやると、はい、すごいテンパ入ってるのは分かるんですよ。あー、なるほど。分かるんだけど値段が分からない。明らかにテンパってるなとは思うんですけど、はい、まあこの場合2000点じゃないですか。だそんなに恐れる必要はないんですけど、はい、おー、数ピンもね、自分が3ピン切ってるとはいえちょっと受けた感じですもんね。チーピンが切られて、確かに。さあここはリーチに行った。リャンワンどうですか。ドラのリャンマンが山に2枚ありますか。テンパイ、全員テンパイですか。カンロマン無筋、ピンはいけない か。ピンはきた。あ、ただ一番怖いですね、ピンズが一番怖いですね。ワンチャンスにもなっていない。これはやめになりそうだ。いや藤崎は、いや最近は行くんですよねこういうの。攻める藤崎は、いやここは数ピンだ、中筋の数ピン。これ一本引きたいですね。引きたい。西川26これは大きい。古橋さんも引きましたもんね。引きましたね、死にそうなとこから。いやあれは大きかったですが、その時局また同じ点数を放出するという。嬉しかったでしょ、あの26。めちゃめちゃ嬉しかったですね。引けるか、引けるか、引けない。さあローマンもいるのか。いやでも引いたんですよね。あ、そっかそっか、引いたのか、ごめんなさい。2人転敗で流局、西川柴田。まあリーチって発生できたことが良かったですね。そうですね、ペンチーマンで言ってもおそらくは1人転敗か、まあそうですね、親権レジできたかもしれないですね。柴田さんから打たれるかどうかですね。うん、そうですね。さあ西川初の A1 の親番つなぎました。トミオン局一本場、ドラは数万。マンズの一通が見えますね。まずまずの敗退。さあ枠ツはピンズで一面ツ。ここは自敗からは打たない、3万から。表自敗の3万を1枚打って、まあ1枚しか使わないだろうってことですね。3万はどっちにしろいいですね。また2面ツだ、はい、トンカラだ。重なれば柴田さんのダブトン切りは結構信頼度高いですよね。沢崎さんとはちょっと、沢崎さんはランダムに切ってるし、和久さんは結構システムチックに切ってくるし、柴田は使い分けてくる、ね、そうですね。柴田さんの場合はだいたい進行早い時が多いですね。この逆切り、はい、ここでチューンが出るわけですからね、明らかに。重たい自敗から切っていると。さあ藤崎も急所がありますが悪くはないか。さあこれで3面図完成。これウーピンとかやったらどうするんですかね。柴田ドラタンキでいくと思うんですよね。こういうのリーチですか。リーチに、へー。阿久津さんこれね、ローマンも話して一応仕事ありましたけど ね、 最初だけ見たってことですかね。かなり、まあ、受けも考えてるっていうことですかね。まあ、受けというよりは自敗重なった後仕掛けて両面両面みたいなイメージだったのかなと思うんですけど、これがね、そう、これが痛い、痛い、これね、ちょっと痛いですよね、はい、確かに。自然に打ってる人はおそらく四五郎のいいシャンテンになってるかなと思いますけど ね、もう逆に数ワン引かないでくれって感じになってますよね。両面でいいやってなってますよね。ワクツ、去年のこう終盤戦あたりから、はい、何かどこかでスイッチが入ると急に守備的に、あの
手配を進行させるっていうのは結構節の終わりの方から結構もう残留に照準合わせてましたね、はい、今回はそういったわけではなくというところですかね。さあこれも重ねて単葉に、これは難しい三層切り、ただドラが山に2枚ありますね、数万が2枚ですね。阿久津さんこれサブローピン入ったら、はい、関連マンのリーチとかもあるんですかね。関連マンもあるし、まあ、一応関数は闇点から差し子以降があるかもしれないですね。普通はそう言ってそうですけどね、はい、なんか枠さんと結構その、うん、やっぱり選択の幅が広いので、うん、自分の捨て牌を利用して関連マンでリーチっていうのもなんか、うん、こんなの関連マンでリーチされた日には止まらないですよね。いやでもね、リャンウーマンはね、 A1 の時はリャンワンで打った時はもう満貫覚悟しなきゃいけないんで、うん、これはドラ切ったらゴロチ、はい、三蔵打ちそうですけどね。なるほど、うん、ドラも使う、はい、ゴロチになれば OK、うん、これはまあ藤崎としては、うん、これがセオリー、はい、そうですね。ウーマン引いた時やっぱりどうするんですかね。これ藤崎さんの仕頃はもうちょっと振り手になっちゃいますもんね。ただイーペイコテガーリの時ドラポンされないとかね、そういうのもあるんで、藤崎はチーマン切りそうですかね。本当本当ですか。いやわかんないです。その瞬間5200ですよ天杯。シアトリさんは、僕はもうドラですね。ドラ切り、はいはい、ウーマン引ければ、はい、闇点、闇点です。チーマン切るのかな、どっちもありますよね。ありますね。シアトリさんイーシャンテンでドラ切ってるんじゃないですか。いやそこまではね、振らないですね。やっぱ打点が大事なんで、ドラヘッドになることもあるんで ね、あと3万引いた時にもう一回、そうですよね、うん、結構実はこのドラって3万引きにも対応できるし、はい、重なりも対応できるんで、うん、瞬間のパイ効率はあまり取らない方が、うん、そうですね、特に公式ルールで打点の向上がないんで、これが最終形では決してないですからね。ドラ1の単葉だったら詰まれば大体満貫クラスになるんで、はい、両面作りたいですよね、実は官老層より、うん、もちろん上がりも重要だし、はい、かわしても重要なんですけど、その打点がね、はい、上がらないっていうのがこのルールのやっぱり面白いところで、作らないとどうしても打点上がらないんで。さあ、おっと来た、受け、何に受けた、西川ですか。わーいところ引いた、誰に受けたんだろうな。でも実際西川さんスッチビの達ありましたからね、はい、でも進まないし、西川さんに対して3、2、1と受けれますもんね、とりあえずは。面白いリーパイの仕組み、ね、そうですね、ちょっと間違えちゃいそうなペンサンマン、あ、これ狙い通り、リャンマン切りになるのか、ポンスのかな、リャンマンしないですよね、当然、うん、ピンフのイシャンというのもありますね。そうですね、6、9万とスッチーピンですか、うん、はい、9万とスッチピン、うん、もしくは、え、今、え、西川さん、うん、3万も一応受けられない。あ、そっか、3万もいいのか、リャンマン3、いいわ、うん、123、123、はい、6、9万スッチピン、はい、不思議なリーパイですよね。うん、あ、2万、わーっと、これは景色転廃か、うん、ここでウーピンローピンはさすがにきついですよね、きついですよね、はい、景色転廃を取った。テンパやらない藤崎、うわ、結構プレッシャーにはなってるんですね。なってそうですね。何も動きは入ってないですけど、今度は一人テンパイですか。あ、ローソーだ、プチーテンだ、おー、これはローソーが泣けた、藤崎さんが中筋になったんですね。中筋ですね、はい、海底怖いですね。ウッパーマン、西川さんが、ね、上がりもあるか、場合もローマン、これは3を打つか6を打つか、6でしょう、9が切れてるんで6の方、あ、でもリャンワンポンか、そうですね、はい、
さあ西川藤崎2人天敗で流局、換算万がない分、うん、いや3万だったか、3万は3万でしたね、あごめんなさい3万、うん、細かく言うとシャンポンがどうだったかってことですね、強者合いですもんね、うん、3万が、はい、うん、ああそうでしたね、ポルチで泣いてるからやっぱ観浪マンに当たる方がいいのか、うん、さあ西川は藤崎の2人天敗で流局、まあ、でもここでねやっててこう平成に打てるのかって言われると難しいですからね、無理ですよ、いきなり、悩ましいですね、差し子はありますね、一応差し子もあるから、はい、そうですね、差し子もあるし、うん、ドラがイーマンだから3万はやっぱり切りたくないし、うん、さあドライーマンですね、パーピン、キューピンかウーピンですね、ストレートに、ストレートに行きましたか、6ブロック、はい、さあ藤崎は地風のシャアが統一、うん、本一見てますね、うん、ソーズの本一ですか、これは差し子だがドラがいい保留でしょうね、パーピンキューピンで、ドラこれはチート統一を見つつ本一と、はい、シャアが打たれるが藤崎は動きません、柴田さんの受けのタイミング面白くないですか、面白かったですね、あんなにバサッてやめなくてもなんとかなりそうな気がしたんですけど、うん、意外とスパッてやめましたね、そうですね、あまり見ないですけどね柴田がそこまで、はい、こう結構粘ってねテンパイ取り行くタイプだけど、ね、なんか戦略的にその和久津さんのトーン一曲の仕掛けもそうだったんですけど、はい、その西川さんの初出場の、うん、初A1 の西川さんの動向を見るとか、うん、なんかそういうのもあるのかなと思うんですけどね、戦略的な意味で、多分柴田は西川とリーグ戦をやるのは初めてぐらいかもしれないですからね、まあ、ここでのリーグ戦っていうこと、あの他のところでもし試合をしてたとしても、やっぱりこのリーグ戦で A1 での戦い方っていうのはちょっと変わってくると思うんで、それを見たかったっていうのもあるかもしれないですけど、入らない、こちらは和久津リャンシャンテンですね、おお、ここは9ピン統一落とし、ね、2敗はか安全敗でもありますけどね、自敗は切らない、積極的には切っていかないんですかね、2枚目のシャアを藤崎がポン、ゴロチありますもんね、赤ちゃんが1枚も見えてないのもありますか、うん、ちょっと気持ちが悪いというんでしょうかね、だ三蔵とするよりは9ピン打った方が柔らかいってことですか、うーん、あーもう完全に読みましたね、そうですね、受けてんのかこれも藤崎さんに対して受けですね、うーん、おー柴田も藤崎の仕掛けですからね、まあ、当然信頼度は A1 リーグの中でもナンバーワンと言っていいでしょうね、ただ調子いい時は手数多くするタイプなんでね藤崎さんは、わざと泣いてきますよね、うん、多分自分が好調と思ったら風呂率一番高いと思いますよ、A1 で、うわこれ西川さんも受けになっちゃいましたね、あ本当だ、パーマのトイトとしただから藤崎さんのバロメーターの一つとして見るには、はい、風呂多い時は本人調子いいなって思ってる時、ね、なるほど、でも数層は仕掛ける西川粘る、こういう曲がね A1 だと分かりづらいんですよね、速度的に、いやでも藤崎さん数層スッとつもぎりましたけど、ね、これも強烈ですよね、いや本当にそうですよ、なんかちょっとの証拠だとねやっぱり読まれちゃうこともあると思いますけど、はい、うん、本当にノータイムだったんで、うん、この数層も実際は西川さん反応できましたけど、うん、仕掛けづらいところではありますよね、はい、もう脅しですよ脅し、うん、
テンパイも難しい手配ですからね、これ藤崎。これ本当やってると嫌に見えますからね。すっそ深いみたいな。もう絶対テンパイだと思いますよね。あと2打目のリャンマンがちょっと気持ち悪いですよね。あドラガトリッチのことですか。それとシャアが 1投げで2投げですか。2投げですね、2投げですか。シャアが両面ターツを払って払ってはないのか、うん、だからつもぎりし続けることが大事ですよね、もしブラフかけるんであれば、はい、確かにトンハク1枚ずつ持ってて相手を受けてるんだろうなっていうような初ションパイですもんね。切りたいですけど、うん、テンパイに見えるから切れないと思いますよ。初も嘘もいけないですよ。これはちょっとテンパイ取りづらいですね、うん、いけない。イシャンテンにも取れないですもんね。これは藤崎のプレッシャーが全員の点ですか。可能性ありますね、うん、いや本当に数層のノータイムでいけなくなってる可能性もありますよ。多分うわあれイシャンテンまで来た。粘ってる。あ中盤子、いやこれだからね、でもテンパイ取れた、テンパイ取れましたよね。取れたというか、あの実際は通ってるだけなんで、はい、無理なんですけど。ただ流派簡単に落としてると柴田さんが来ちゃいますよね。ああそうですね、そうですね、これは無理だ。これでギブアップですかね。スーピン打つか、スーピンなりそうですけどね。西川さんに泣かれないことも考えますか。そうなると言いそうですか。ここは言いそう切り、うん、初か嘘どっちが重なればどっちか勝負しますかね。どっちか勝負ありますか。多分分かんないですけど、2回のテンパイ取りされたんで、はい、藤崎さんのまあちょっとしたね策略ですよね。テンパイ来させないようにずっとつもぎりですもんね。これは怖いよ、テンパってるよ絶対。忍法ですか。忍法ですよ本当に。オールつもぎり、忍法オールつもぎりの術。さあこれによって親番が、あーどっちか打った、忍法通じず。よく行きましたね。でも脳天、しかも脳天だ。西川一人天敗。まあまあまあ、うん、自分の野蛮続行とね、テンパイ量とがまあ見合うっていう感じだと思いますけど、はい、怖いよ怖いですね。ロンと言われたらとんでもない点数を要求されそうな。テンパイ量で結構稼ぎましたね。ああそうですね、この曲白鳥さんの好きなパターンですか。僕の大好きな、これはいい、これたまらない、これはいい。ラス目ですけど、いや逆転、同点、同点ですか。同点です、はい。補充してほら来た、ついに来ましたね、来た来た、ついに来ちゃいました。うわ来た来た、来るなよこの一人転売からのご褒美。さあドラはチーピン、藤崎チュンがドイツ、こちらは柴田、メンツはないか。やはり西川が圧倒的ですね。差し子とかつけたいですね、はい、うん、最低面単品がかなりの急所ですが、そっか2差し差し5、うん、いいペーコー、はい、うん、これもまあまあ悪くないか、悪くないですね。4、5ローも一応ありますからね、はい、ただ3万ウーマンが結構薄いですか。ウーマンが1枚3万が2枚、まあ、最悪ジャントで潰れてもなんとかなりそうです。ドラのチーピンは誰も持っていないですね。さあ藤崎一面つ完成。チュンどうするかですね。仕掛けるんですか、ポンシャンテンですか。リャンカンリャンメン、はい、これどうなんですか。仕掛けさ、これ仕掛けていい部類ですか。いや相当、はい、あの僕の中で結構ギリギリなんですよ、うん、両面両冠の先端は、はい、なんですけどこれ両面がサブローピンで、うん、表示合いにかかったサブローピンじゃないですか、はい、なんでめちゃくちゃ弱いんで、うん、受け駒なし、僕でもそう、僕でもためらうレベルのなるほど。
白鳥さんがためらうのであれば藤崎さんは仕掛けないと思いますね。仕掛けないですか、うん、僕とか古橋さんね、一枚切ったら安牌かと思いますね。そうですね、仕掛けないタイプはなんならもうこれから行ってしまいたいですね。地層から行く人もそうですね、結構流行りですよね最近ね、うん、そうですね、こういう安い仕掛けの場合は、はい、受け駒として使いつつ、うん、うん、厄介後付けした時の最終形が強ければ動くと、うん、そうですね、なんか、うん、上がれそうな手だったらねやっぱりチュンポンするんですけど、うん、これ厳しいな、うん、感覚的にですけどね、はい、今ローピンが表示合い2枚見えてて、おお最高最高だけど選択肢がいっぱいある。2差しがあるんだけど、ローソーですか、ローソーか、うん、2差し以外の3色はちょっとローソーですね、ならなそうか、うん、ローソーだと思うが、サブローソーがそんなにいいわけでもない。おーローマンだ、先に布石打った、なるほど、はい、二差しも二差しも見て、あのピンズが埋まった時のローアン切りのリーチは弱いってことですね、やっぱり最初に。ただ3は1枚切りでしたけどね。そうですね、3万切られたところ、うん、そっか、ソウズが伸びればもうドラム打っていく構えなんですね、はい、でもソウズが伸びた時はまたチーソー引きの時難しいですね、ドラ打つのか、ね、リャンマンスーモン、うん、ありますよ ね、 ありますよね、打点確保はあると思いますけど、うん、ローピンが2枚切れ選択、これスワンありますね、打ってますか、ただ9ピン打ってる、打ってるけどソウズの伸びと、はい、うん、まあ、そうですね、ドラといどうしてもドラ使うんであれば三蔵とかローソーですね、うん、うん、まあ二差しある分ローソーですか、はい、確かにいろんな選択ありましたよね、はい、難しい手、はい、まあ本調子まで行ってないですね、まだ選択選択の連続なんで、これ一本決めたら来るんじゃないですか本当に。さあ西川このチャンスで決めることができるか、広芝田はローピンはチー点が入らない、うん、天敗だ、だったらもうこのまま運リーチ打っちゃった方がいいんじゃないですか、うん、はい、地層待ちで西川が先制リーチ、ようやく本来の戦い方に戻ったんじゃないですかね、このおドラ切った抜い、まあまあまあでも一応イシャン転化しちゃ地球の、はい、でもねペイ切りありますよね、ペイはだって、はい、一枚切れですよね、なんかあまり行く気がないようにも見えますけど、枠通、まあ、これ行かないということですかね、ペイ行くかもしれないですけどね、分かんないですよね、弱気なら9番ですか、9番あペイ行った、まあ、振り点ですもんね、しかもね、ああそうですね、あ、今ちょっとその牌がこぼれてしまった、牌を落としてしまったんで立ち会い人の指示によって戻しますね、はい、次は西川の、はい、リーチの牌でしたか、うん、あ、引いた、これは勝負ですか、これは勝負だ、うん、カンパピン二枚山、二山だ、二山、藤崎は浮いてるがこれは打ちそうにない、結構立ちから見たらパーピン取りそうですもんね、チビングリーチでローピン3枚見える、うん、さあ枠通チャンスで天敗、もう勝負だ、ここは無筋も打っていく、この3座は強烈ですね、枠通さんも天、まあ、パーマンも無筋ですからね、もうこれで天敗間違いなしと、はい、スチソの方が山には多いですか、さすがに3枚残り3対2、うん、枠さんの目から見たらチーピン3枚切れですからね、そんなに相手打線なさそうですけど、はい、さあ決着はつくのか、西川スチーソー積もった、原点、これで原点、リーツも単位を2000は2300オール、うん、本一局は7700宝珠でしたが、トンバのうちに原点復帰、2300オールなん
で4本ですかね。さあドラは吐く、シャーとナンガといつ、マンズの本一がこういう時難しいですよね。ナンシャーオタ風でオタオタですからね。ナンガ出るがポンだ、ポンしていった行きましたね、ポンしましたね、積極策取りましたね。白鳥さんも動きます？僕もポンしますね。これはマンズの形もいいからですか？そうですね、まあ、面前でやったところで、はい、どうせなく手配かなっていうような、うん、僕のイメージなんですけど、うん、もちろん泣かないで完成することもあるんですけど、はい、だったらもう仕掛けちゃって、うん、まあ相手にプレッシャーかけつつ、うん、ゆっくりいった方が、ゆっくりというか順目稼いでいった方がいいのかなって、はい、まあ、なんか本当にトントンって引く場合もありますし、ハカ、うんうん、もねありますもんね。ただ合ってるかどうかは全く分かんない仕掛けますけど、これは小寿司、さすがに小寿司難しいですね1個重ねた後に天杯を取らない、いやもう1個ね重なり重なりで言えますね、一応本店サブロー9案拒否してからですね。いやでもある一応数としてはありますね、ありますよね、ありますよ、本店の牌が出なければね、うん、まだ今期は役満出てないです、ね、出てないですね、はい、いや本当出ますよね役満、出ますよ、なんでこんなに出るんだっていうぐらい出るんですよ本当にこれでいいのか。さあ早くもマンズが余った。さあ枠津がなんとか戦えるか、ここが早そうですね、はい、うん、3度仕掛けそうですけどね、さすがに仕掛けますかね、うん、ただ仕掛けてマンズ待ちがどうか、今イーマンが余ったぐらいなんで、はい、うん、チーワンどうしますか、数万出たらチーテンもあるか、どうするどうする、いやここはさすがに、うん、まあ一応ダブトン重なりだけは見てるね、むしろ逆ですよね、1個重なったら数万を打ってっていう形になってたと思いますけど、ペーカトンが重なったら本個になってしまうと、よくあるんですよね、上茶で絞ってるとマンズで溢れてきて柴田がマンズの面本のリャンシャン点までなりましたね。さあ三層ポン点です、うん、ここは3万ぶつけていく、ギリギリですね、ギリギリの勝負通して、はい、これで逆に西川がピンチ、チーマン入ってましたか、あららららら、チーマン入った後も難しいですよね、まあ、そうね、数万とシャンポンですからね、しかもリーチ打たなきゃいけないってなると、あ、これで吐くか、これで飛んじゃないですか、うん、ああごめんなさい、そうかドラが吐くなんで、ドラが吐くですね、これで白短期見えてきましたね、うん、白白でもそうなると数万が宝珠となる可能性がかなり高い、うん、本当だ、数万引きの時はどうするかですね、数万引きは打点を見るのか街を見るのか、街は圧倒的に広いですから ね圧倒的に、ちょっと圧倒的上がりはね、案がいやいやこれは無理です、無理か、打点だけ見てる人はウッパーワンギリありましたけどね、はい、ああなるほどなるほど、うん、そっか、ダブトン重なりか吐くか、はい、なるほど、自敗のくっつきというなるほど暴挙のような印象、確かに確かに、確かに、あの白鳥さんはそういう選択もありますよ、いや今全く気づかなかったですね確かにそれはありますよね、そうですよ、男すぎますけどね、男ですね、ただトンは2枚山ですよ、本当だ、まあ、そう打つ人は1枚目の難は仕掛けないとかありますもんね、まああるけど、あとは相手があんま来てないなと思えば、うん、なるほど、じゃあ打点だけ、あんこれは まさかの4戦オールがあったか、あったんですよね、さあワクツ3層かかん、だから本当に打点だけ見合うと見合っちゃう時あるんですよね、上がり逃しいっぱいしますけど、うん、しかもその4戦オールがもう本当にとてつもなくこのルール大きいですからね、うん、はい、まあね、局面的にはこれ値千金の4戦オールですごいですよ、トップまくりですからね、確かにこれそうか、うん、でもなんかウーマン打った時に、はい、クスクス笑われそうでちょっと辛いです
ただウーマン打つと相手本当に来づらくなるじゃないですか。あ、それも確かにありますね。そうそう、それでトンとハクを見せないことによって、はい、確かに確かに、その2子は絞る、絞らせるんで相手に。本当そうだ、いや行きますよ。ワクツ、ここは勝負どころと踏んだか。友武さんならペータン級小寿司のテンパイに。ああ、それはちょっとすごいですね。分かんないですけど、ローマン一応動けるんですね。ローマン動いてナンはポンされてる牌ですから、はい、ここはナンを切るか。いや、受け駒も E1 があるんでってことですね。大丈夫そうですね、はい、ただ枠津さんに今ローンされた時は白が、うん、ああテンパイだ、すごい。どっち打つか。いや E1 でしょ。あ、3万も取ってんのか、うん、ここは今切って関連マン、よくありますよね。うん、絞ってたらマンズになった、はい、しかもテンパイは先。そうなるとこの枠さんの仕掛けが損になっちゃうんですよね。うん、確かに、あ、余るの待ちですからね。そうですね、もう枠さんもう違う種類のマンズ引いて行きづらいですよね。行きづらいですよね、次の1枚はもう。いやー、西川さんも行きづらいですよ。だって白見えてないですもん。白はどっちなんだと思ってるでしょうね。うん、どっちでもないと。いや、確証はないと思いますよ。ただその別に手形でまだ行ってるだけ。うわ、ここに来るんだ。あらら、これでいいもんですね。はい、天敗だが、この数万が枠津にロン。まあ、単野を1304本場で2500の上がり、まあ、西川さんとしてはまあの親落ちじゃないですか。このぐらいだったら 2万点切ってましたからね、はい、親番迎えた時、うん、まあ面白くないのは藤崎さんですよ。うん、藤崎ちょっとまだ上がりがないですか。やっぱでもこの親落ちをねさせたのは枠津さんの、うん、攻めの姿勢だと思うんですけど、そうですね、あれはどうなんですか。その仕掛けた後に、うん、まあ、先点で一応、はい、ちょっと強い牌も打たなきゃいけなかったと思うんですけど、うん、はい、瀬戸駒さんもあれは仕掛けて全部。いや、僕仕掛けないですね。あ、仕掛けない、なるほど。仕掛けないですね。でチーマンが入るじゃないですか、はい、入った場合は一数万シャンポンですね。あ、シャンポン屋みたいな。シャンポン屋みたいな、ね、なるほどなるほど。さあ、地先の手牌非常に面白いが九州はありそうか。ハッシュですか、はいはい、さあドラはチーマン、南一局、ワクツの絵番です。いや、いいですよ。西川がいい、うん、ワクツはドラ藤崎はなんかすごい、なんかもう本郎チートイツ、これ動きますかね。動くかもしれないですね。柴田ももう両面ターツが豊富でかなりまとまっている、はい、ただ藤崎さんの場合急走と急ピンから仕掛けてもだいぶ絞られちゃいますけどね。損ですよね、なんか。なかなか仕掛けるイメージはない。あ、これチートイツ、これは名本チートだ。安い。あ、本郎チートイツ、はい、6なんですよね。思ったより安いと。本郎が3班でもいいかもしれないね。バランス的に変えましょうか。ルールとして。いいシャンテンですね、柴田さんは。はい、おお、これリャンマン残してうまくくっつきましたけど、はい、ハローピージャントー探しですか。うん、まあ、チーワンタンギもいきそうですけどね。チーワンはドラ切っちゃうかもしれない。切ってもおかしくない、全然。打点が一緒だから。ただ羽マン、まあ、打点は一緒ですもんね。一緒か、リャンハンで一緒か。ただここは2枚切れのチューンを一旦打つ、はい。さすがにチーマン来たと警戒されますからね。そうですよね。あの捨て牌でチーマン打ったら、あとポンされた時にどこまで行くのかとかありますから。チーマンは山なし。トン、どうだ。スイッチチーマンだ。怖い。恐ろしい。国士天敗に見える。ポン。しかも。枠津がすごいところから行ったぞ。何これ。これポンすごいです。しごろ。しごろは一応ある。タンヤオカ。タンヤオカしごろですね。白鳥さんに解説していただかないと。これはでもしごろがね。プレッシャーかける意味もありそうですね。藤崎さんの手どう見えます？白鳥さんの座ってたら。ちょっ
と分かんないんですけど、あのチューンのとこで曲がったんで、はい、まあ、2枚入れのチューンを先に話して、うん、チーマンを絞りたかったんだなと思って、うん、まあ本一あるかなって。想像本一本線ですか。想像の本一もある、うん、と思いますね。国士には見えないですか。いや、なんか僕、うん、国士は結構頭の中から消えちゃうんですよ。で、なんだろう、これ三度見えますよ。すごい怖くて、あ、もう想像は打ちたくないなって、うん、想像したくない、とりあえず、うん、そうですね、そうなっちゃいますね。実際は柴田の目からは国士がなくなりましたね。チュンの4枚目が見えました。僕西川さんの席座ってたベタ折りです、これ。ああ、なるほど。西川さんもいいピン抜いた感じですもんね、うん、あ、2ピン単葉だ。あ、単葉いかないんだ、シゴロン見てんだ。でもポンかポンだ。9ピンを打ってた方がね、はい、一応3万重なりあるから、ありますよね、数万引いた時とかね、うん。どこまで面倒見るんでしょうか、藤井さんは。さすがにでもこの2フロは怖いけど。怖いですね。ただ9ピン統一落としで、まあ天敗と石安定の可能性 50% になりますよね。そうですね、その瞬間は、うん、天敗だ。これは町としては最低の町。これ藤崎さんは次の手出し入るまではある程度いけますね。はい、テンパってないと踏めば。西川さんはでもスッとやめたんですね。なんか G1 大丈夫ですか、西川さんの。ちょっとまずいですよ。急走の方がまだしやすいですか。でもさすがに E ピンに抜いて、はい、今3万も合わせて打ったんで、ベタ折りで3万に、ムツさんもありますね、うん、なると思いますよ。でチーマンでだってもう万が一ロンって言われたら、うん、もう席立ちますもんね。ちょっと今日はこの辺りで放送事故です。大丈夫ですか、うん、ちょっと多分あれ嘘いきました。 あれ嘘あるか、嘘がポンか。危ない、いやでも危ないわ。危ないから、うん、危ないです。うわ、来た来たぞ。嘘ポンリア嘘ありますもんね。これどっちもある。イーソー短期あるか。上がりなんしょんぱいだ。上がりのクイズパンキか、はい、言いそうでしょ。うわ怖怖いぞ。これ国士に見えないですか。でもチューンが4枚見えてるんですよね。あ、国士に見えない。2枚山、言いそう。2枚山ですよ。いや、これは危ない。いや逆にでも良かったんじゃないですか。これは多分いかないと思うけどな。いかないにしても何を3万とかか。三層合わせる。でも藤崎さんも怖いですよ。三層抜ける。完全にやめるしかないですね。やめるんなら粘っちゃうと危ない。チーマンを打った後にパーピンも打てるのかって、まず難しいものになりますしね、そもそも、うん、3万ですね。うわ、いい層上がりそうですね、うん、これは上がるような気がする。もうなんか、あれは強い。もう藤崎もこれある程度押しますもんね。押しますよ、ある程度で全部押します。全部押すと町も自信ありそうですしね、はい、よかったですね、やめといて。危ない危ない。イーソー短期藤崎、これも鮮やかでしょう。ああ、空切りしないですね。つむぎりイーソー来た。あ、出ないか。ここは出ない、絶対出ない。さあ、枠つに今のところ上がりの可能性はない。もう行きたくない。いや、でもリャンマン通してますからね。パワーも通ってる。あ、じゃあかなり通りやすいですか、はい。ションパイだから怖いですよね。ただ3万とかノータイムでしたもんね。そうですね、あの3万の後9ピン取り落としなんで、はい、ウーマンのシャンポンはないですね、うん、さあどうだ。1マイルいたー、決めてきゃー。これが藤崎かっけー。芸術点高いですね。いや、今のはこれハネマンぐらい上げるのはどうですか。どう、いや僕はいいですよ。いいですか。僕はいいですけど。いや、2000、4000しかないんですよね、はい、まあ一応ルール上ね。相撲本堂チート1で2000、4000。いや、藤崎らしい、これは素晴らしい上がり。うん、復活しましたね。これはちょっと盛り上がりましたよね。今多分もう見てる方結構あの多くなってると思いますけど、はい、
いい上がりでしたね。ただもう話が面白いだけの人ではないっていうね、喋りが、はい、喋りの人ではないですからね本来、はい、喋りの方が好きそうですけど実績だけって言ってももう本当にそうですよね。連名の瀬戸熊さんと藤崎さんはよくこう比べられますけどね、うん、あのいや本当に藤崎さんいたからこっちも鍛えられてる、ね、なるほど、うん、やっぱ自分とあの別タイプですごい強い人がいるとやっぱり勉強になりますよね、はい、うん、自分ではできない分ねやっぱりすごいと思いますよ。世代が、まあ、近い、まあそうですね、こともありますよ ね、はい、近いですね、まあ、いわゆるライバルとよく見られてると思いますが、はい、読みとかも深いですからねやっぱり。さあその藤崎の親番ドラは数層連続攻撃といきたいところ。勝松さんがよく麻雀 IQ で例えられますけど、うん、藤崎さんも相当高い。なるほど、うん、おこれは今度は1枚目からこの辺がね戦略的ですよね、はい、あの上がり見せた後に一泣きされしてでもドラドラですよね、うん、普通、まあ、そうですね普通にドラドラですけど、はい、んドラドラいやあのドラドラに見えますよね。ドラドラ見えますよね、うん、ただ安いですよ、ね、安いですよ、うん、だからこの辺がね本当うまいですよね、うん、だから藤崎さんの麻雀を常になんか引きつけて泣くって考えてるとよく大怪我しますよね、はい、でもいけるな西川さんも本当はまらないですよねまあ多少意地になってる部分あるかもしれないですね引かないっていう、まあ、小そうも泣けそうっていうのはありますか、はい、親の現物で柴田がそうずってますから天敗まではなんとか。いやだけどねとりあえず形は良くないんで、はい、その例えば藤崎さんがドラドラ想定だったらあんまり戦いたくない手配ではありますから ね、 そうですね。なんか面前でじっくり構えて高くなった時だけ行こうみたいな多分人が多いかなと思いますけどなんかいいですねこれも、はい、コメントで白鳥さんは明日役満振ってほしいすごいアンチの人がいるじゃないですか、ね、湧いてんですよね、はい、まあ人気者の宿命ですよねしょうがないですね、はい、ぜひじゃあ役満を打っていただいて今まで多分聞いた中で一番の悪口ですよそれ役満打ってほしいってこれはああうまいね六チッパの三色ですか。そうですね。まあここでまた藤崎さんに合わせたっていうのもあると思いますけど。はい。ターツ選択ですが、何を打つのがいいのか。おおここはチーマンですか。ピンズの伸びも見ましたか。へえなるほどポンテン取れなくなりますけどね。うん、本当ですね。まあ元々ねそんなに高い手ではないんで安全度も優先しながらですかね。パーマンが負けると踏んでんのかこれ。確かに分かんないですけど、うん、ドラドラですね枠ツ痛いか痛い痛いしかしからぎって、はい、泣きやすいですねこれだと、うん、相手からしたら嫌ですもんね、G1 取り落とし嫌ですね、うん、何に渡ったんだろう。いやあの本狼チートへ上がってこの1500の仕掛けはずるいですよね。ずるいですねちょっとこれはずるいと思います。さあもう柴田も結構受けてますねチュンポンしていかない、うん、やはり藤崎の仕掛けはかなり脅威に映っているのか。一応西川さんにも受けてますか多少は。あそうですよね下ちゃんの西川も仕掛けてますもんね、うん、これはポンできそうですか。できそうですね、はい、ということでサブローピンチョイスですかね。あ違うんだチントイツ。まあ藤崎さん自身はこの親そんなに気が乗ってないかもしれないですね、はい、落ちてもいいぐらいですねこれ多分3万点目指してますね。さあドラドラの枠が仕掛けたぞ。あパーマンでなかった。これはチーマン切りになりそうだ。枠イーシャンテン。さあテンパイ。あ狙い通り。いやテンパイじゃない。テンパイじゃないか、はい、ごめんなさいあそうかジャントをなくしちゃったんですもんね。はい失礼しました。
うん、鉄板だ。来た。パーピンどうする？チーテンですよね、これは。ああ、二枚切れのウーピンの方にしました。カンウーピンにしましたね、うん、普通。ウーピンにしかのウーピン動いてないっていうのも多少。あ、あ、あ、あ。藤崎さんがピン図に見えるかもしれないです。見えないですか？見えるかもしれないですね。チマンと相当マンズ手から来ましたね。本当だ。やろう、なんか、またなんか、一応って感じですよね。でもそのウーピンが見事に枠さんにも当たり、うん、だからか、見事。これはどうなっちゃうの。これ値段は三流ですけど、まあ、じゃあ一流になりましたね、藤崎さん。カンパーマン。ああ、止まらないでしょう。ここは藤崎の上がり。ローンって。ロステハイで。カンパーマン。ローンって。カンパーマン、ローンね。はい、白で1500の上がり。あれ、ドラジャンととか想像したでしょうね、西川さんは。5800、まあ、6000点ぐらいを掴んで、500かと。まあ、でも途中がね、なんかマンズオのターツをなんか、うん、ちょっと577みたいな形で落としてきたんで、うん、ドラがあったらもうちょっとまっすぐになるかっていうのもあるかもしれないですけどね。まあ何にせよ、てかドラさんじゃないですかこれ、うん、あれドラ E マンですよ。ドラ E マンだ。来たぞ、藤崎。来たの、なんで来るの。悪くない。こんなに急に。あ、座り直した。座り直した。さあ、これはなドラさんの合図だ。僕は一緒にやってたら見逃さないです、ね、なるほど。絶対見逃さない。あの座り直しは、あの座り直しは見逃さない。なんかやるぞみたいなに見えますね。さあ、藤崎ちょっとバレてるか。いや、いや、ただ柴田がいいぞ。二差し、悪くない。二差し狙い。西川白河統一ですから、またここは行くかもしれない。そして和屈。いや、これはね、行ったらやられますよ多分。行ったらやられると。白、藤崎持ってますよこれ。次順から、うん、これ逆切りですね。藤崎もなんか順が、うん、確かに。この逆切りとあの座り直しを見れば藤崎の打点がある程度読めるのか。柴田さんとしては長いハンチャンになってしまいましたね。そうですね。本当はもっとスッスッと終わらして4万点ぐらいのトップで終わりたかったんでしょうけど、仕掛けなかった。さあ、白は仕掛けません。西川ちょっともう受け気味に行きたがっているか。ワクツリアンソーガンコ2面詰めが完成。さあ、来たぞ、イシャンテン。払いますか、イーピンリャンピン。ここはイーピンリャンピン。ここからはなんか手役というよりはハイ効率通りって感じですよね。どうですか、愚形での即リーチ藤崎は。いや、しないかもしれないですよね。どうせリーチ来たら出るようなハイではないんで、じっくり闇点で構えるかもしれないですね。勘チーピン、勘ウソは。藤崎はしなそうですね、両方とも。さあ、ワクツイシャンテンだ。シャドレさんはするのか。勘チーピンだと、はい、変化が少ないので、ないね。勘チーピンだったらなんかリーチいきそうですけど、勘ウソはいかないかなっていうイメージ。数ピン引きとかでも OK ですもんね、後引きのね。そうですよね。藤崎はどうするか。瀬戸熊さんは結構これリーチいくイメージあるんですけど、どうですか。僕は逆に、カンウソの方がいきやすくなっちゃいますよね。カンウソ、そう、カンウソで瀬戸熊さんは結構ね、こういうのリーチいくイメージあるんですよね、はい、なんか僕はその変化が多いから、なんか逃したくないんですよ、その自分のつま上がりを。だけどそれでまごまごやってて相手に手進められてっていうのもあるんで、もごもごやって、もごもごやって、ね、僕結構この局面打つなって思いますもんね、リーチした時。ああ、引きたいってことですか。引きたいし、打たないでと思ってます。来たか、来た。これはこれ打たないんじゃない。打たない。これは絶対打たない。三層引きありますからね。はい、三層引き、ローソー引き、チーソー引き、チーソー引き。これがね、一発裏ありだと引いて、例えば裏1、6000オールとかあるんですけど、ないんで、つまがった時の点数一緒なんですよね。ちなみに、嘘は3枚います。嘘だろ。シャレ、シャレ、いやいや、嘘、シャレじゃないです、シャレじゃないです。3枚いますよ。でも、ここにリアン嘘がもうテンパ入ってるんですよね。あー、本当だ。本当だとか、
見逃してた。さあ枠津が勘嘘、勘嘘だ、どうなる、嘘の引き合いだ、何これ、嘘の引き合い、3枚いる、リャンソーがもうほとんどないんで、ないね、ウーソーだわ、ウーソーの引き合いだ、決着がつきそう、これ若干ワクスさん有利、そうですね、はい、どうする、西川さんの打った時の場合に、いやーこれはちょっと、しかしこれが麻雀というものならば勝つのは藤崎さんですか、勝つのは藤崎ではなかろうか、そうなの、これが、いやこれ柴田さんも我慢してますよ、待って、相手の当たり牌を掴む理論ないですか、それはあるのか、で崩した、そんなことがあるのか、柔らけー、柔らすぎる、柔らこれは柔ら、柔らピンフドラさんに向かったんですね、いやあと後継ですもんね、はい、あー嘘だ、でもまあね、ここは和靴がかわしました、いい仕掛けでしたね、これはキューピン外しが良かったですよ ね、 ね、あのサブロキューピンの受けを消してという打ち方でしたが、対応に向かってサプリってたらどうですか、いや柴田さんのリアンスとつながりとかですか、いやパーピンがいけないかもしれない、あなるほど、うん、柴田さんテンパイは押しますよね結構、ただ局面的にはすんごい押しづらいですよ、自分が8000点浮きで乗ってきた藤崎さんのリーチに対して、確かに、うん、なんかあのこれまでの打ち方を見てると西川さんへの絞りとか、うん、結構早めに撤退したのも点数状況関係あるのかなと思って見てたんで、うんはい、どうだったかちょっと興味深いですよね、うん、即リーチの場合は、いやしかしノータイムのテンパイ外しでしたね、さあ南三局柴田のエヴァンドラは3万、こちらは親番の柴田の手配、ちょっと不満な難入でしたね、そうですね、もう一つ加点したかったでしょう、本当は5万点ぐらいで迎えてね、行きたかったですよね、はい、ただ伸ばしたいハンちゃんでしたけど、失点はそこまで多くないですよね、まあそうですね、うん、うん、今回も2差しが見えて小立ても十分に考えられる、こちらは枠2、イーマンか、ああイーマン統一落とし、藤崎さんはやっぱもうこれこの状態だと、うん、この点数状況で親が流れたってことは、はい、もう原点で、そうですね、原点キープで終わりたい、終わりたいし、まあラストじゃなきゃ OK ぐらいの半チャンになってるんじゃないですかね、入りを考えればできれば原点ぐらいの感じですかね、はい、だって今シーズンの旗振りが本浪チートいつも本浪チートいつ1年やって上がらない可能性の方が高いですからね、さあパスワンコで、これは9万から役割転配にしたいですからね、うそうですね、1300が非常に価値ありますから、トップ狙いに行くかもしれないですけどね、ここは10万引きはリーチして3万を引きに行く、意外とね藤崎さん何でも1って数字にはこだわるんで、うん、これでいいペーク、高いいペーク、初戦なんでトップ狙いに行く可能性ありますね、ここはねチャンスと見れば、いやこれねピンズはリーチいきますね、うん、だって後継になりますもんね、うん、ほぼ後継ですね、キューピン引きは嬉しくないですか、でもリーチいきそうじゃないですか、うん、まあそうですね、リアンパン上がり取れそうですもんね、柴田さん来づらいっていうのもありますよね、ああなるほど、うん、ちょうど展望的に確かに確かに、うん、親とはいえやっぱ、はい、原点、はい、引かれる分には浮き確保のままオーラスですから、うん、原点を超えてれば必ず順位点プラスになるんですよね、はい、はい、連盟の公式ルールはそういったシステムとルールのシステムになっております、さあ4社ともある程度進んできた西川、これはチーピン切り、リャンシャン点ですね、さあ藤崎天杯は入るか、これはどうだ、これは闇点ですね、これは闇点、ドラ引きですか、26はやっぱり価値ありますもんね、はい、関数マンです、数ワン2ヤマ、
さあ西川イーシャンテンですが、タイヤ王が崩れてしまいました。広いのはローマンなんですけど、はい、ああ手広さ取りましたか。まあマンズの伸びとか見ると三走とかもありましたかなとは思いますけどね。でもまあパーマン切ってるんでローマンが自然な気がします。スピン、ちょっと靴はまだ苦しいですね。ペイリローマン、これはどっちもある。スッチマンかな。ドラタンキ、ドラタンキなんだ。やっぱトップ狙ってますよ。このドラは山に2枚、うそ、2枚もまだ変化ありますもんね。あーっとこれは2差しの変化がある。まさかのツモ3走で天敗は西川。数万引きでリアムパーマンですか。数万引きでリアムパーマンですね。あ、なるほど、うん、そうか。やっぱ振り手じゃないのも大きな要因でしたね今多分。なんかドラキってスチューマンで1300上がると一応ね、はい、うん、ちょっと浮いてちょっとすごい、なんかどうダメすごい、ほら、スリアンパワーだ。これは藤崎見事な手順。白鳥さんだったら500戦のツモ上がりでちょっと浮きという局面でしたが、これ面白いですよね。面白いですね。あの久里さんだったら多分リーチしてて、あ、関数な2300、そうですよ、みたいなこと言って、シンプルイズベストは2300ですよね。これでも芸術性はなんかこっちの方が高そうな、そうですね。さあ、久里さんの主張がなかなか分かっていただけないってことですね。うそうですね。ああ、テンパった。二差し変化ありますね。でも順目があれだから、リーチもあるのか、リーチを打っていいのかと考えてるのか。これは打たない。うん。小闇店。6万引きもありますからね。いやー、これは藤崎の上がりが相当の。圧倒的に強いでしょう。あ、でもウーマンがあんこか、和屈。ああ、来た。思ったよりない。打たず。先輩。ああ。打たず上がれず。上がれず。打たず上がれず。ということは。やばい、親のモーションがもう完全に転がってますよ。怖い。やばいぞ、柴田天敗だ。これは。柴田のモーションが打たず上がれずはどうなの。打たず上がれずということは次のツモは違う。なの、そんなバカな振り点、ね、実際当たり早いですからね。そうですね、逆なしですけど、うわ、こんなことあるの。打たず上がれずもう一回見たかったですね。いや打たず上がれずからの打たず上がれず積もったりしてまだあるんですよ。ああ今ちょっと一瞬止まりか。全員出上がりできないですね。あ、2差し変わりましたよ。3万が1枚あるんですよ。ただ打たれないですからね。もう、あ、そうですね、で自身の積もはなくてリアンソー打つか嘘打つかだけですよね、うん、かもしくは降りるか。なるほど、もう、まあ、安全度を見てるんでしょうね。うん、うん、降りはないんじゃないですか。まだ親番続けたいですか、はい、じゃあ打つならリアンソーじゃないですかね、うん、うん、いや、そうか。さあ、西川一人、あ、テンパってますね。全員テンパイですか、はい、目つぶっていったって感じですね、このローマンも。いやー、全員テンパイですが、不満が残りそうなのは藤崎、結果的にと。まあ、じゃあ上手い人だけがしてしまう上がりの方が必要だね。そうですね、うん、いや、白鳥さんが座ってるとオーラスになってましたか。500戦でちょっと浮いてオーラスと321でのオーラスなんで、あの満貫積もられても OK の。なるほど。さあ、柴田連ちゃんドラは2万。お、でもいいですね、西川さんよかったんじゃないですか今。瀬戸熊さん、関数馬のリーチは瀬戸熊さんどうですか。まあないわけじゃない、ね、ないわけじゃないと。ただ僕ドラタンキでリーチしてそうなんですよ。さすがです。ツモ、ツモですね。ツモです、ツモです。はい、それは
相撲です。破れて悔いなしの形と思って、それで数番引いてたこの手代わりあったかみたいな、しまったと思いながらも相撲を積もったみたいな、はい、でもなんか打点の効率で言えばそのまま関数マンのリーチってまあありますよね、5-2で。ただその効率だけじゃなくて安全度見たらドラで積もっているパターンは好きなんですよ。あ、そうですね、なるほど、なるほど、終盤にかけて、はい、まあ、あの転売した瞬間にもうリーチっていうのね。まあそうですね、即利はちょっとしづらい形ではありますけどね、役割で変化あって、ね、しかも3万100点持ちの何3局っていうのがそうですね、1回は体現もあるわけですから、リーチをためらわせる、さあ西川難しい選択でした。 先ほどパッと、おお、来た、これはリーチだ、ローマン残し6チッパを見た残しですが、ジャン島になって関連総理1、俺トップもありますよね、積もるとありますね、十分。そう、2山1、あ、3、1山だ、1山ですか、1枚切る、あ、なくなった0、これ攻め返されるのかどうか、嘘を引けるかどうかですね。あとは出上がりも、はい、そうすると、うん、柴田さんこれ連想ジャン島で、あ、出ないですね、攻め返してくると、あ、チートツイクか、あー、そうか、先ほどの状況とかあまり変わってないんですね、うん、打てないですね、うん、特に若干西川さんには辛く打ってますよね、このハンちゃん、やっぱり気分よくやられるのが良くないところですね。靴もちょっと戦えないか、藤崎どうだ、池崎さんはある程度行くでしょうね、行きましたかね、ピンを統一落としてまりつつ、いや、阿久津さんがいいピンを打ったんで、ああ、そうか、現物か、そうですね、合わせれたんですけど、したら急走がジャントで振り替わってまたいいシャンテンに戻った形ですね、天牌入れば、役割の天牌ならば1枚押すこともあるか、藤崎運送入れば押すと思いますけどね、積もられた瞬間沈みますからね、これで、あ、これは数だ、スイッチしたい、数層になるんじゃない、数層切り、はい、パイデロー層は勝負になるか、さあ無情にも関連層は山にはないないんです、天敗、あ、これは押されたわ、これはだ、これは行かれましたね、多分これは圧倒的有利ですね、藤崎9万、うわー、すげえ、価値ある先天ピンフ線は1300、普通の手順ですけどやってる方はやっぱうまいなと思ってるでしょうね、要所で上がってきますもんね、そうですね、いや、この先天大きいですね、白鳥さん、大きい、3-2-4でボーラスですよ、はい、こだわりますね2000点以上浮いてる、はい、やっぱ、さあ、オーラス西川の親番です、石川4着目に沈んでいるドラはローマン、マクスさんも頑張って浮きたいですね、3000、あ、6万2枚、お、ドラドラ一メンツですか、悪くないですね、悪くない、さあ、ワクツ、ちょっと苦しいか、ネックがありますね、藤崎は一メンツできている、白柴田、あ、柴田さん、まあ悪くないですね、さあ、誰が上がるか全く分かりません、柴田目いっぱいだ、どうする、なるほど、6-7-8を見つつっていうところですね、白が重なります、まあ数ピンですよね、3番切りもありますか、おお、ここスーピンっていった、白2枚目泣かない、泣かないですね、うん、ガード固めましたね、単野は本線になるでしょうね、統一落としが本線と白の、うん、もしくは6-7-8ですか、さあ先に白を打つかローピン打つか、はい、これで6-7-8が濃厚ですか、そうなりそうですよね、ソーズ二度受けですし、ドラがローマンですから、そうですね、うん、ドラが重なればドラじゃなくてピンフで、はい、って
感じになりますけど、これは、これが難しい。これパーマンかなと思うんですけど、おはくゆったりといった、もうリーチはしないってことですね。ドラは打たない構えにも見えますけど、リーチも確かにリーチも打たない、さあ西川、西川さんこれ上がりたいでしょうね。これ上がりたい。いや藤崎も手が伸びない。タイヤもありますよね。これでスイッチありますよね。チーありますね、うん、これでチーワンチーの形ですか。さあ来たぞ。来た。イーシャンテン。これはこれ嬉しい。嬉しいですか。これどっち取ります6球目入ったら。普通はカンチーストに取るんじゃないですか。やっぱりドラがローマンで、うん、カンチーストゼロ。カンチーストは山にはない、うん、想像高いですけど、なんかドラとのシャンポンよりはマシかなっていう感じで、上がりやすさはやっぱり感知しそうなのかなと思いますけど、勝負形になってきましたね。さっきペイ打ちだ。ペイと言った後にペイがションパイなんですよね。これはチーソー急走ありますね。これうまいですよね。パーソン残しがいいですね。うん、これチーテンですね。これうまいわ。ほんと白な数からの、あこっちも来た来た。これもあのナンを手放さずにね、ションパイのペイから打って、安全パイが手の内にしっかり残るようになってますからね、はい、いいですね。いい、見事。チーマンはドラマタギ切っていく。さあソーズが下にスライドしてきます。違う、急走だ。さあ西川も、西川さんのローソーがジャストミートになる可能性が若干ありますね。ありますね、うん、あ確かに。いけない。ローソーとローマンのシャンポンにするともう山にはないんですか。あこれ山にはない方ですね。感知層も、感知層もゼロでしたね。両方ないんだ。両方ない。ああただ行きづらいですよね。さあ親リーチが入った、うん、特に柴田さんは行きづらいと思います。さあ柴田ダメだ、これいけないでしょう。一旦ペイ打って、うん、パーソー現物ですからね。ローピンとチーピンの選択できますか。ちょっとああ自身がしかも振り点だ。ローピン、そうですね、ローピン自身で切っている。藤崎さん四五六組、いやこれ行ったらすごいけどね。割と行くのかな。ウッパーピンで柴田は行くんじゃないですか。行くもありますよね。当然ね、6球ピンはね、はい、うん、もろ裏筋になってて、まあ現物ですよね、通れば。ただローピンは強烈な牌ですけど、行くか。行ったわ。強い。これは行ったら柴田の本当ですか。山にあります、そもそも。え、そもそも山にあるんですか。結構薄いですか。 1,2,3,4,2 枚。あー50か。え、これ3球、これローピンに反応してるよ。3球、3球ですよ。3球これ打ったら反応してます。絶対絶対ローピンに。あーでもローピンが1枚早いんですよね。あーそっか、早い分だけいっぱい勝負の形に見えたか。丸 A だ。丸 A。柴田の上がり単品ドラ1 3900。よく行きましたねローピン、はい、うんうん、柴田が1回戦一人行きのトップ。2着に藤崎、3着枠津、4着西川の並びです。はい、以上の着順で1回戦が終了いたしました。引き続き2回戦です。